通常はレーザー溶接機となるとあまりロボットに持たせて加工するっていうのは少ないですね。それを今回はあえて、ロボットに持たせていろんな加工に対応できるっていうところを目指して取り組んでいる。一つの設備で溶接も切断もできるといったような設備を導入しております。一段はまず溶接するときに非常に酸化しやすい材料ということでいろんな気遣いをしながら溶接をします。でその一つにシールドガフといって溶接している表側、あとは溶接の熱がかかって溶けてしまう裏側とかにバックシールドを当てて溶接をしなければいけないということで非常に手間暇がかかるというような溶接になっています。